はい、こんばんは。今日は10月の24日、午後12時、午前10、0時近くになります。セントラル三種族の、意識体は左側に見えてるんですけど、いつもの位置で。右側もとても光が強い、意識体が来ています。見えますでしょうか？強いですね。光が強くて、セントラ三種族がもう一つ、もう一つのオーブが来てるのかもしれないです。ちょっといつものようにこちらの方を、セントラ三種族、はい、ゴールデンエイジを形取った、ET の意識体ですね。はい、工事の意識体がこちらにいつものように輝いていてくれて、で、こちらはね、すごく強くなってるんですよね。別な、セントラス三種族が数が増えてます。以前より増えている。今ちょっと消えましたけど、はい、ついたり消えたりね。はい。で、それで私も流入してくるエネルギーがすっごいんで、驚いていて、もう本当に、ディスクロージャーのフロリダで行われた会議が、起きていて、10月の22日にもすごい、変革のエネルギーが流れていたんですよね。で、それですごく体にすごく強く来てたので、変化が、やっぱりそうですね。はい。セントラル三種族がもう一つ来ていますね。こちらにね。はい。こちらに来てくれています。セントラル三種族が、サポートに強く入ってくれているんだと思いますね。はい。ありがたいですね。わーい。嬉しい。それはとても嬉しいし、数が増えていますよ。ET の、工事の指揮隊たちのサポートが増えているの。嬉しい。やっぱり感じていたことはね、すごくそうだったんですよね。もう本当に愛に包まれていて、エネルギーレベルが上がっているのがとても、部屋にいてね、パソコンちょっとパチパチ打ってたんですよね。そうしたら、やっぱりエネルギーがすごく強くなっていて、その密度が濃くなってるんですよね、工事のね、エネルギーの。それを流入して部屋の中にも入ってきているのは当然なんですけれども、もう本当にそれを自分自身が望んできていることですし、私の聞いてる方はその宇宙に引き付けられてる方だと思いますから、それは当然感じられてもいらっしゃると思います。はい、イエーイ 嬉しいですね、本当に。元に戻っていくっていう、元あった自分の状態に戻っていくプロセスをこれから踏んでいくんですよね。本当に、それを信頼して委ねていくっていう、ワンネスの中に入っていく、戻っていくって言ったらいいのかな。もともと私たちはワンネスの中にいたんですよね。それを分離して、分かれて、個別のものとして、経験をしてきているわけですけれども、ワンネスに戻ったからって個別のその、特性がなくなるってことではないんですよね。ただ、そのワンネスの意識がもっとこう、なんて言うんだろう、リアルに共感というのかしらね、言葉で表現していくの難しいですけど、この映像で見ていただければ分かると思いますけど、この華やかさ、わかりますか？全ての光がその ET 意識体ですよ。イエーイ、輝いていて、本当私贅沢です。家の前に来ていただいて。
定位置についていただいて、夜中なんかねって言ったらいいのかな、夜中に、ふっと目覚めた時にこう映そうとするとね、やっぱりね別のとこに行かれてるみたいでね、おっとっていう感じで戻ってきてね、見せてくれたりとかするんですけど、増えている嬉しい、イエーイ、嬉しい、空の方にもちょっと映ってますね、なんかね、こちらの方にも来てるんですけど、ほらね、ちょっと見えますかね、デジカメでは見えるけど、YouTube にした時には見えないのかな、この光が。もうだから、20機ぐらい来てるのかな。はーい。ありがとう、イエーイ、嬉しい、嬉しいです、はーい、セントラルサン所属での中で、本当に安らかな思いで毎日を過ごしていきましょうね。愛をベースに、はい、今までね、私たちが、コントロールされていた意識から愛をベースとした平和な社会が築かれていきますので、これを見ている方はその光の家族ですから、その光、愛、平和な思いをしっかりとハートに刻んで、歩んでまいりましょう。はい。それではね、またね、はい、Thank you!